弦楽四重奏曲補短調作品16は、アルベリク・マニャールが1902年から翌年にかけて作曲した室内楽曲である。同年に、モーリス・ラベルが弦楽四重奏曲へ長調を作曲している。怪獣な作品ではあるが、バイオリン・ソナタ二短調や公共曲第4番と並んで、マニャールの最も重要な作品の一つである。 1902年の秋に着手し、10月19日に、名優ギーロ・パルツに、作曲の苦労を打ち明ける手紙を書き送っている。翌1903年8月19日に一旦、完成したものの、その後もまだ遂行を続けた。初演は1904年3月19日に行われた。弦楽史重奏曲としては異例なことに、以下のように楽章ごとに題名が付されて、 性格的商品のように扱われている。フランクやダンディの学派の作曲家には珍しく、循環主題の技法を採用していないこともあり、全般的に組曲のように構成されている。そなた、アニメセルナーで、ビフちゃんとフネブラ、ラーゲメント、サンズ・ロン・トゥ・ア・ドンス、ビフ、ポプーレや全曲を通して演奏するのに40分ほどを要する。第二楽章は、 スケルソ的な曲奏を持ったセレナードであり、勢い、風合ボルフのイタリアのセレナードを連想させる。ありがとうございます。